まず改めて菊池雄星の立ち上がりなんですが、もう最初からストレートでどん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 行って最後にカーブ来ました。ストレートでもう押してて押してるんで、このカーブでもタイミングがずれてしまうっていう、最初からいいピッチングですね。筒香も打ち取って、初回は三者凡退のピッチング。4回これロペスストレートですか、ね、真ん中ですけども空振りですから、やっぱり走ってますね。さらには宮崎、中村のプレーです。5回ですが、ツーベース打たれてその後ランナー3塁まで行ったんですが、もうピンチはこれだけですから、はい、うん、内容的にもいい内容で最高なんじゃないですか。ピッチャーゴロで打ち取りました。継投に入ります。豊田ランナー置いたんですが、最後はダブルプレーです。まあ、一歩一歩、ね、積み重ねてね、アウト取っていけば試合に出続けられるんで、ね、頑張ってほしいですよね。でその後ワグナーがマウンドに上がりまして、今日は、まあ、スプリットホッケーがうまく効いてましたかね、はい、そのシュリッターの穴を埋めてほしい、うん、ワグナー投手ですね、はい。まあ、前回登板 の、ね、そのフォアボールを出した部分とかも、まあ、しっかり今日は抑えたということで、3人のピッチングでしたね。三者凡退です。そして、まあ、今シーズンも期待のかかる野田、いやもう最後全然バット見えていませんから、はい、この投げ方が特徴的でいいピッチャーですよ本当に野田投手。見逃しの三振を桑原から取りました。そして最後は増田のピッチングです。全く問題なしですか。問題なしで、はいはい、3人で締めて、いい形で勝ちましたね。良かったです。で今度はちょっとね、打つ方をもう一度3者連続ホームランを見ておきましょう。浅村、やっぱ振り切る力がすごいなと思って打ちますね。久々っていうか浅村のこういう打撃、今まであのやっぱセリーグだったので見てなかったんで、はい、そして山川です。手首が返ってね、伸びたところが返ってボール飛びますね。そして3ボールから中村拓也、3者連続ホームランの3人目。これは1球で仕留めるっていうのを確実にできたホームランですよね。さすがホームランバッター3連発、はい、楽しいでしょうね野球は。これは3連発ね、やっぱり気持ちいい。そして守備、守備、うん、ね、はい、いや、ちょっとこういうプレー2つありましたからね、やっぱりチームとしても締まっていいゲームにつながりますね。中川の打球は今度は木村、完璧にキャッチしてますよね、はい。ということで、まあ、ピッチャー陣、さらには打つ方、守る方、それぞれがいいパフォーマンスを見せたということになりました。ということでランニングスコアは4対0という数字。